こ、怖いよ。大丈夫、心配しないで。さあ、こっちよ。そこを離れるんだ。その子たちに手は出させない。あなたたち、受けて立つ。来よし、思いっきり戦うぞ。こいつ、ダメ。この子たちをこれ以上傷つけさせるわけにはいかない。もう抑えられない。
がいなくなったら俺は。あなたはどうか無事に帰って。おはよう。昨日寝れた？今朝地震あったよな。うん、マジでビビった。教育史跡ってどの辺でしたっけ？ちょっと待ってね。こっちに詳しい地図。おはよう。もうびっくりさせないでよ、ミノルくん。ごめんごめん。朝から元気だな。ミユウ、そろそろ起きろよ。おいミユウ、飯が冷めるだろ。あいつ、また一人で。ビー、雪？じゃあ、取るよ。おい、邪魔だろ。ん？わあ、態度悪。そんなんじゃ女子に嫌われるよ。うっせえな。続いてニュースです。今朝5時ごろ、鹿部市で震度3の地震がありました。これ、ここじゃない？落石事故が起きており、警察や消防では地域に警戒を促しています。ここは一体。お、群発する地震により土砂災害の危険がありますので、引き続き鹿部市近隣にお住まいの方。おいおい、見学先の安全性とか大丈夫なのかよ。よし、みんなそろそろ出発の時間だ。引率の OB の言うことをよく聞くように。遊びに来たんじゃないんだぞ。時間厳守で行動すること。てりゃ。たくま？ああ、なんでもない。Thank you.
ヨウタくん、今日は史跡巡りだっけ？あんま面白くなさそうだよな。ミノル、まあそう言うなよ。僕も同感だけど。こら二人とも、そんなこと言ってはダメよ。遊びに来たんじゃないって言われたでしょ。はーい、葵さんごめんなさい。もう、またそうやってふざけて。葵さん、今日ってどういうコースになるんだっけ？まず桜並木だよね。今日はそれとここ、それにここもかしら。ミノル君はキャンプの趣旨ちゃんと分かってます？ああ、この土地に伝わる伝承とか土着信仰とか、なんか独自なものがあって面白いんだってね。俺にはそこまで面白くはないけどな。いいんですよ、野山でのびのび羽を伸ばせればさ。もう、たくまくんだけが頼りよ。ミノルくんの舵を取ってくださいね。いや、僕もミノルの保護者ってわけじゃないし。ああ、どうしたんだ？まただよ、また落石事故のニュース。ああ、ここのところ連日よね。大丈夫かしら。大きな地震の前触れだと怖いわね。いや、それもだけどさ、ちゃんと見てよ。俺今日見学に行くところの近所だよ。あら、本当だわ。今日の予定は大丈夫なのかしら。はーい、皆さん落ち着いて。大丈夫です、大丈夫ですから。何か問題がある際には先生からちゃんと指示がありますから、落ち着いてください。安全確保に関しては先生方や保護者の皆さんでちゃんとやってくれているはずだし、大丈夫だから。本日の目的地の史跡へさあ向かいましょう。ああ、まだやってるよ。修二さんも真面目すぎるんだよね。二つも年上の高校生に失礼なこと言わないの？はーい、葵さん。ミノル君は私が上級生ってことも忘れてはいないかしら。
葵さんも俺が下級生ってこと忘れてない？もっとさ、こうこらーってさ、上級生活で吹かせて叱ったりしてみようぜ。そんなの私にできるわけがないでしょ。さあ私たちも行きましょうね、たくまくんも。そうだな、行こうぜたくま。感じだよね。本当ね、自然が豊かな場所だからかしら、なおさら綺麗に見えるわ。キャンプに来てよかったな。この先の史跡も楽しみになってきたよ。なんだか私もワクワクしてきたわ。ま、ちょっとは面白いもんが見れそうかな。お、あんなとこにサキとリョウがいるぜ。先に史跡へ向かっていたのね。桜を前にして舌打ちって人としてどうかしてるって。まったく、こんなにもうららかで校外学習日和だってのにさ。そんな日和聞いたことねえよ。
この桜綺麗ね。葵さん知ってる？桜の木の下にはね、死体が。ああ、そういう話は今はいいから。それより私たちもそろそろ史跡の方へ向かいましょう。みんなが向かった方はなんか参道じゃない？大変そうだな。ところに、え、なんでパトカーが？参ったな。どうやらここから先は封鎖されているようだ。ああ、本当だ。立ち入り禁止のテープも貼ってあるわ。もしかしてミノルが言ってた落石事故とかと関係あるのかな？だったらやっぱ心配してた通りじゃん。何が大丈夫ですからだよ。なあ、徳馬。困ったわね。史跡まで行くにはここを通らないと。何の史跡だっけ？だから、どうしてミノル君は予習してないの？ほら、獣神にまつわる祭事の跡地の。その獣神ってのが俺にはピンとこねえんだけどな。仕方がないわ。ここはひとまず引き返すしかないのかしら。引き返す前に何があったのか、あそこで話を聞いてみようぜ。
あんなところに亮と咲だぜ。先に行ったと思ったら、あんなところで寄り道してたのか。それより、あの女の子は誰かしら。良いか、よろしいかな。この落石事故は獣神様のたたりなのじゃ。たたりって今時？け、くだらねえ。そう、無遠慮で態度の悪いよそ者たちが来て山を荒らし、獣神様はお怒りじゃ。この神聖なる山は獣神様を祀った社のある獣聖域。おいそれと足を踏み入れてよい場所ではありませんのじゃ。何が獣聖域だよ、バカバカしい。大方、わけのわかんねえ石とか木彫りの熊みてえなの拝んでるだけだろ、田舎者が。亮ったら、ちっちゃい女の子には強気に出ちゃって。バンチーよ。く、田舎者って失礼だな。この辺りにはね、ちゃんと立派なお社があるの。新しく建てられたまがいものじゃなくて、地元の人しか知らない由緒ある本物の神社がね。神社って普通は古事記に載ってるような神様が祀ってあるんじゃないの？それかお稲荷様とか、そんなのかな。違う違う、地元の人しか知らないような不思議な獣の神様なの。うちもさ、こっち来てから初めて知ったんだよ。見たこともないような神様でさ。ひ、なもん本当にあるのか。あります、ありますとも。ねえ、あなたのお名前は。ミュウ。お姉ちゃんは。私はさっき、それでこっちの態度悪いのがリョウ。ねえねえミュウちゃん、その地元の人しか知らない神社、案内してくれるかな。え、そりゃいいけど。なんだ、物好きだな。そんなもんあるわけねえだろ。あるって。ほら、見学の予定なくなっちゃったし、暇だしさ。戻ってもどうせ穴埋めの教材学習でしょ。亮だってあれ苦手じゃない。亮もさ、ついでに見に行かない。き、くだらねえな。くだらなくなんてない。そうかい、そうかい。おい、ガキ。みゆだったらそこ、案内しなよ。嘘だったら承知しねえぞ。史跡の代わりの校外学習になるわけもないでしょうに、サキさんったら。いや、そういう殊勝な目的じゃないと思いますよ。大体何の神社かもわからないのよ。勝手に行っていいわけないわ。わからないの？少なくとも地図には載ってないわね。本当に地元の人しか知らない神社なのか、それともあの子の作り話なのか。なあ、タクマ、どうする。
うん、面白そうだな。サキたちについて行っていいかな。そうそう、俺もそう思ってた。おい、そこの女の子。ちっ、うっぜーのが来やがって。獣神様の神社、面白そうだね。俺たちもついてっていい？いいよ、人数多い方が楽しいし。ありがとう、よろしくね。こちらこそよろしく。つーか、何こっちの話立ち聞きしてんだよ。お前らは仲良しグループで真面目に課外学習をやってろよ。さあ行くぞミュウ。まあまあ、そう言わないで。もう、リョウったらめんどくさい性格してんだから。ごめんね、ミノル、タクマ、アオイちゃん。ねえ、待ってよ、リョウ、ミユちゃん。ああ、行っちゃった。とにかく僕たちは、次にどこに行けばいいか、誰かの指示があるまで待とう。それか、このまま校舎まで引き返すか。それはそれで面倒なんだけどな。それよりも何があるかわからないし、やっぱりサキさんたちを追いかけないと。そうだね、後を追いかけよう。なんだか暗くて薄気味悪いトンネルだな。ああ、それになんだかここだけ気温が低いような、背筋が震えるっていうか。ちょっと変なこと言うのはやめて。まさか心霊スポット的なあれだったり。やめてってば。そんなことより二人を探さないとでしょ。サキさんたちいないわね。もっと先に行ったのかしら。おーい、誰か来たぞ。ほら、修二さん。ダメじゃないか、みんなとはぐれてしまっては。土砂崩れで研修先に行けないトラブルがあったのに。すんません、でもサキとリョウがこの先に行ったみたいで。まったく、リョウ君も年長者としての自覚を持ってほしいものだ。名簿にサキ君たちの電話番号があったはずだから、とりあえずかけてみるか。にしてもさ、あの女の子が言ってた獣神ってどんなんだろうな。さあ、多分何かの動物なんだろうけど。もう、ミノルくんたら、今日行く予定だった史跡の説明聞いてなかったの？
この地方に伝わる獣の姿をした神様だって教えてもらったじゃない。あの子は他では見たことないって言っていたから、きっとこの土地の珍しい動物なんじゃないかしら。それが神様になってたたりを起こしてんの？嘘だ、そんなのあるわけないじゃん。昔の人はわからないことを神様のせいにしたのよ。それでお供え物をしたりしてたたりを鎮めようとしたの。きっとその神社も今はほとんど人が来なくなっちゃって、地元のほんの一部の人だけが参拝に来るくらいなのよ。ま、そんなもんだよな。ダメだ、サキ君だけでなくリョウ君にも繋がらない。電波が届かないようだ。そっか、こんな山の中じゃ電波も届いてるか怪しいですもんね。君たち確かにこっちの方向にリョウ君たちが行ったんだよね。それははい、間違いないですけど。この辺にはあいつらはいないようだな。神社はもっと先か？地図に載ってないからどこを探していいかわからないわ。仕方ない、とりあえずリョウ君、サキ君たちを拾って早く学校に戻ろう。このトンネルの先だね。よし、行こう。じゃあ一緒にリョウ君とサキ君を連れ戻そう。って言ってもどっちに行けばいいのか。ん？なあ、誰か近づいてきたぜ。すまないが、そこの君たち確かキャンプの参加者だよな。俺はここら辺に住んでるもので、今妹を探しているんだが。妹さんを？ああ、あいついつもフラフラと勝手に出歩く癖があってな。妹はなんていうか
小動物っぽいやつだ。人見知りで気弱な感じで、守ってあげたような。そんな女の子見なかったな。サキたちと一緒にいたミウってことはイメージがだいぶ違うしな。ミウ、今ミウって言ったか。おう言ったけど。ミウちゃんってあの子よね。猫耳みたいな帽子をかぶった小学生くらいの。ああそうだ、あったのか。俺たちが見た子はもっと頭のおかしい子だったよな。ちょっとミノルくん失礼よ。いやでもあれを人見知りとか守ってあげたいとかは違うだろう。お前らの評価なんてどうでもいい。それでミウはどこに行ったんだ。ごめんなさい、実は私たちも人を探している途中なの。俺たちと一緒にキャンプに来てるやつとさっき神社に向かってってさ、それで俺たちはそいつらを連れ帰りに向かうところなんだ。そうか、またあいつが勝手に。どうもありがとう。あそこには入っちゃいけないって言われてたのに。俺はカイト、よかったら君たちと同行させてくれないか。目的は一緒のようだしな、いいぜ。それに神社の場所、実は俺たちよく知らないんだ。ああ、だったら俺が道案内しよう。ここで生まれ育ったわけじゃないにせよ、もう何年か住んでるからな。その神社の場所なら知っている、任せてくれ。俺はミノル、そんでこっちがタクマで、こっちがアオイさん。僕は引率のシュージ、よろしく頼むよカイト君。春だよな。決まってるだろ、今が春じゃなきゃいつが春だって言うんだよ。ならさ、北国でもないこの場所で春先に雪が降るものなのかな。何を言って。雪？季節外れのなんていうにはちょっと外れすぎだと思うんだよな。確かに。こっちじゃ先週も降ってたな。地元じゃ異常気象だって話してた。最近あちこちでそんなニュースを見かけるよな。すげえ吹雪いてきたんだけど。寒い。このままここにいては危険だな。僕が見てくるから、みんなは先に帰ってもらえないか。それよりすぐそこのトンネルに入りませんか。これじゃ校舎へ帰り着く前にどうにかなっちゃうかも。確かにそうね、室内じゃないけど、こんな場所よりはずっとマシだと思います。それもそうだな。よし、みんなとりあえずトンネルに避難しよう。
サキたち、こんなとこ通って行ったのか。葵さん、大丈夫？顔色が悪いみたいだけど。大丈夫。雪のせいかしら。ここ、外よりも寒いくらい。ミュウのやつが一緒だったなら、気にせず進んだろうな。あいつは慣れてるから。暗くて足元も悪いから、慎重に進もう。本当に真っ暗だな。ほとんど前が見えないよ。でもこういうのなんか探検みたいでワクワクしてこない？こら、遊びじゃないんだぞ。でも確かにこれじゃ危ないな。そうだ、カメラのライトを使えば。うわ、怖え。あ、もうやめてよミノルくん。いきなり大声出すなよ。こっちまで驚いたじゃないか。ごめん、でもこんなの見たらさ。これはしめ縄か。こんなところにどうして？もしかしたらここは神聖な場所として祀られているのかもしれない。そういえばさっき、あそこには入っちゃいけないって言われてたと言っていたね。ああ、この村じゃたたりがあるとかって、子供たちが遊び半分で入らないように強く言い聞かされてるのさ。あっ、何、トンネルの入り口から風が。うわ、やばいな。外はだいぶ吹雪いてきたみたいだ。3人も危ないんじゃないか。急いで、そうだね、急ごう。吹雪は？そんなに長いトンネルじゃないのに、どういうことかしら。ラッキー、すっかり呼んでるじゃん。というよりトンネルのこちら側は全然降ってなかったって様子よね。それにこの花、なんかすごくない？森一面真っ赤だ。なんだっけ、図鑑で見たことある気が。これって彼岸花よね、確か。そうだそうだ、それだ。でも彼岸花って確か春じゃなくて。そう、秋に咲く花。一体どういうこと？